おすもーぐチャンネル。最初はグーじゃんけんグッチー。おはようございます、グッチーです。あのですね、グッチーの過去一の体を作る企画ですけども、トルトルと撮影すると言いながらトルトル詐欺やっちゃってたんでね、撮ります。実はですね、ドイツさんとイーちゃんさんが4月のですね、国際選抜女子相撲の大会に出ますんで、そのことで、まあ、動画撮って出していってる感じですけど、グッチーもですね、10月ちょっとある大会に出ようかなと考えてますんで、それでね、実は体絞ろうかなってちょっとやっております。でも4月に実はある映画、それ相撲関係の撮影が入りそうなので、急に体重をちょっと落とせなくて、まあ、急に落としても筋肉落ちちゃうからね、あんま良くないんですけど、できるだけ筋肉を、まあ、イメージとしては筋肉をつけながら体脂肪を落とすっていう、難しいっていうのが現実なんでね、できるだけ筋肉を残し、まあ、筋トレを頑張りながら体脂肪を削る増量のプロである力士がですね、皆さんのイメージはまあ太ってるイメージですけど、このボディメイクですね、で成功したら面白いんじゃないかと思いますしね、元力士がね、増量プロの元力士が体重を減らすというのをね、綺麗に痩せる、バルクを残してバキバキになるっていう、それが叶うんだっていうのをね、ちょっとね、実証していきたいと私が思いますんで、ちょっと紹介します。増量のプロが痩せ方を教えますみたいな、ちょっと偉そうに言ったんですけど、今やってるね、痩せ方教えたるわっていうことで、今やってるのはやっぱ筋肉落とさないっていうことで、まず今月からダイエット開始して、3ヶ月で体脂肪量をね、3キロは落とすっていうのを、まあ、エニタイムの脂肪買い取りキャンペーンに参加してるんで、それを叶えるためにまずね、1ヶ月目っていうのはやっぱり、まあ、食事を抑えすぎると筋肉も落ちるしストレスになるんで、まず皆様におすすめの炭水化物置き換えダイエットですね。痩せるポイントとして、まず自分の基礎代謝を知る、それで自分の体質をしっかり把握して、何キロ以上、まあ、何キロカロリー以上を取ると体重が増えるとか、何キロカロリー取ると減っていくなっていうのを把握しないといけません。その中でやっぱり筋肉落とさないということと、まあ、綺麗に痩せるためにタンパク質の摂取量ですね、タンパク質、炭水化物、脂質の量の PFC バランスっていうんですけど、それをうまいこと取らないといけないというのと、みんなダイエットになると糖質抜く人が極端に減らしたりとか、やって減らそうとする人が多いんですけど、それは健康的で筋肉落とさないには NG ですね。ケトジェニックって流行っていて、脂質をエネルギーにするようにケトン体って言ってね、脂質をエネルギーに使えるように体質にする、糖質をもう極力カットでいい脂質でエネルギーにしてやるという、一時的な体重の短期間で減らすにはすごいいいんですけど、それは継続ずっと何ヶ月も続けるっていうのはストレスだけじゃなくて、体にどこまでダメージがあるかもわからないですし、まあ大体みんな多分ジグザグでね、糖質を減らす、脂質を減らす時期を作るのがテクニックで、多分ボディービルダーとかやってるんですけど、まあ、私は今少しずつ体脂肪のみを削るイメージで置き換えダイエットです。朝食 GH って言って、まあ、炭水化物取った、まあ、糖質なんで血糖値が上がります。急激な血糖値の上昇を抑えるための GH の低いものを取ると。で置き換えですね、自分白米めちゃくちゃ好きで、白米の量を減らすと、まず少し減らして置き換え、じゃがいも GH が低い、じゃがいもこれで、今日は朝食はね、肉、豚肉です。まだ脂質もね多い鶏むね肉ばっかり食べたりはしておりません。鶏むね肉も多めに、まあ、食事増えてますけど、まだね豚も牛も食べます。まあボディビルみたいに究極の絞りをまだ今のとこやる時期じゃないんでね、そうしてます。それとさつまいも、これもね甘さがあるから太るイメージが多分あるかもしれないですけど、ダイエットしたことないとかいう人はね、さつまいももおすすめでございます。 GI 値が低いです。それで、まあ、スイーツ感覚で食べれるんでいいですね。まあ、もちもね、もちも、切りもちも僕よく、まあ、増量にしろ、減量にしろ、取るんですけど、量がはっきりしてて、カロリー計算しやすいっていうのがあります。それと、やっぱり痩せるっていうのはね、ダイエットっていうのはもう、算数と一緒で計算です。もう本当に、人間、増量の方が難しくて、体質によったら食べても食べても代謝が良くて、なかなか体重は、限度が、食べれるのも限度あるし、代謝もするから、食べても食べてもなかなか増えないのが、現状です。で、まあ、ダイエットっていうのは、まあ、食事も減らしすぎたら、まあ、カロリー減らしたら減るんですけど、人間ってカロリーを抑えすぎると体が危ないと判断して、自分の代謝を抑えてエネルギーをできるだけ消耗しないように温存するような体質が本能で備わってるんで、そういうのもあるから、まあ、ジグザグが良くて、しっかり食べる、時期は食べる、まあ、減らすけど極端には減らさない、バランスとって、タンパク質も糖質も、まあ、活動量に合わせて取ると、その微妙なこの計算でね、
まあ、めんどくさいわってなるんですけど、まあ、簡単に言うと食べても食べながら痩せるダイエットをまず試してもらったら分かるんですけど、この炭水化物を置き換えで自分が食べてるものを全部洗いざらいこう調べて何食べてたかっていうのやって、まあ、食事を食べずにじゃなくて食べるものを変えるっていうダイエットです。私3月はそれをテーマでずっとやっております。まあ、まずその3月のダイエット法をねお伝えしました。まあタンパク質はたくさん取りましょう。体重かける1.5ぐらいは筋トレしてれば取った方がいい。まあ、最近はね取りすぎなくてもあまり取りすぎてもそんなに変わらないっていう研究もあるらしくてね、今力士じゃないんでかける 1.5 から2ぐらいでやっております。トレーニングの強度に合わせてやっております。まあ、ポイントは基礎代謝を知ると、今月の増量プロの力士が痩せ方を教えたるわで、最初の3月は炭水化物置き換えをお伝えしました。それととりあえず計算ですね。それで一番食べたものを入力したら栄養価とかカロリーとか出るアスケンっていうね便利なアプリがありますんで、それもおすすめでございます。それではまたトレーニングとね測定結果出していきますんでよろしくお願いします。グッチでした。チャンネル登録と高評価お願いいたします。お相撲グッチャンネルは世界にお相撲の楽しさを伝えるということと未来の横綱を発掘するということをコンセプトにお送りしておりますので、グッチャンネルこれからもよろしくお願いします。編集がこれからどんどん変わっていきますと思うんでよろしくお願いします。